どうだイリス、何か感じるか？ううん、ダメ。やっぱりほとんどマナの力は感じられないわ。そうか、参ったな。まさかこんな世界が存在してるとは思わなかった。あの、すみません、うちの屋敷に何かご用でしょうか？ここ人のお家だったんですね。あ、はい。まあ家というよりは担当管理官の拠点といった感じですが。担当管理官というのはここの代表の方ですか？それなら聞きたいことがあるんですけど。それは構いませんが、あなた方は一体？俺はエッジ、依頼を受けてきたミストルースです。私はイリスです。エッジと同じミストルースで錬金術師をしています。エッジさんとイリスさんですね。私はネルケと言います。よろしくお願いします。実は俺たちグランツバイトの木というものについて調査に来たんです。何かご存知ないですか？その実について探しているんですけど。ええ、知っていますよ。今みんなで村を発展させながら調査を進めているんです。たくさんの人に手伝ってもらっているんですよ。なるほど、そういうことでしたら私たちにも手伝わせてもらえませんか？ミストルースとして力になりたいんです。ありがとうございます。よかった。それじゃあこれからお世話になります。はい、こちらこそ。ところでミストルースというのは一体何なのですか？ミストルースは異世界を冒険する職業のことです。こっちの世界にはないんですね。異世界も？それはまたすごく大変そうですね。ええ、まあなので調査にはお役に立てるかと。そんじょそこらの魔物には負けないつもりです。頼もしいですね。それじゃあこれから一緒に頑張りましょうね。ええ、任せてください。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。こんにちは。こんにちは。問題ないね。本当に目薬なんですね。レシピを見た時にも驚いたんですけど、もっとこう大きな装置か何かを想像してました。びっくりしましたけど、これが効果てきめんなんです。私たちの知ってる空間は視覚の認識を阻害するものでした。
なるほど、言われてみればその通りですね。私にはできない発想です。ふふん、形にこだわらずに結果を求めるのが正解への近道なんですよ。ロッテったら、あんまり深く考えてないだけじゃないの？ちょっとステラ、それってどういう意味？とにかく道具は無事完成したことですし、あとは試してみるだけですね。はい、そうですね。けど、ええ、他の皆さんが調べてくれたおかげで。そっか、じゃああとは実際に行ってみて調べるだけですね。はい、準備をして調査に行ってみます。ここね、ネルケ様、それでは早速こちらの道具を使用しましょう。ええ、これは見えてなかった道が見えるようになったということ？奥に進みましょうか。きっとこの先に何かあるはずです。ええ、これは間違いない、クランツバイトの木よ。ついに、ついに見つけたわよ。おめでとうございます。ネルケ様の夢一つ叶いましたね。ミスティは信じておりましたよ。ありがとう、ミスティ。あなたが一緒だったから私は諦めずにここまで来ることができたの。ネルケ様、私も自分のことのように嬉しいございます。それにしても、これがかの偉大な錬金術の木なのね。なんと形容すればよいのでしょうか。人の作り上げた不思議な、異様とも言える光景にございます。おそらく賢者は何か意図があって作ったと思うの。これからそれを解き明かしていかなくちゃ。ミスティ、戻ったら皆さんに知らせてちょうだい。錬金術師の方に詳しく調べてもらいましょう。ネルケ様、もう次の調査に入られるのですね。ええ、見つけただけでは終わらないわ。賢者の遺物を役立てるのが私の夢だもの。さあ、ここからが本番よ。気を引き締めてかかりましょう。失礼いたします。こんにちは。
よろしくお願いします。こんにちは。そうですね。どうしたんですか？はい、実はロジーさんのことで相談したいことがあって。ロジーさんですか？もしかしてお二人の間でまた何かあったんですか？いえ、そんな何かあったとか揉めたとかではないんです。ただなんというか、ここに来てから私ロジーさんに頼りっぱなしだなと思って。そうですか？エスカさんもとても頼りにしていますよ、私は。いえ、でも知らない場所で一からお仕事をしてみて、改めてロジーさんの凄さに気づいたというか。だから日頃の感謝の気持ちを何かの形で伝えられないかなと思ったんです。でも改めて言おうと思うとなんだか照れくさくて。なるほど、それで私に相談を。
い。何かアイディアをもらえたらと思って。そうですね、では贈り物をしてみるというのはどうでしょうか。贈り物と一緒に感謝の気持ちを伝えるんです。贈り物ですか、それはいいかもしれませんね。あ、でも何を贈ったら喜んでくれるかな。せっかくならこの場所ならではのものがいいんじゃないでしょうか。それならロジーさんがもらったことのないものでしょうから、いい記念になると思いますよ。この場所ならではですか。あ、そうだ、あれなら。ありがとうございます、ネルケさん。私やってみます。何か思いついたみたいですね。お力になれてよかったです。人を乗せて空を飛ぶんですか。ああ、気球はかなり普及していて、大きな町には発着場がある場所が多いんだ。空を飛ぶと移動時間が短縮できてすっごく便利なんですよ。なるほど、大きな荷物を運んだりいろいろなことに応用できそうですね。皆さん楽しそうですね。何のお話をされてたんですか。ネルケさん、エスカさんとロジーさんに乗り物の話を聞いてたんですよ。乗り物ですか。エリーさんの住んでいたところにはどんなものがあったんですか。馬車とか船はありましたけど、エスカさんとロジーさんの世界ほどは発展していませんでしたね。馬車や船よりもすごいものなんて想像できませんね。私たちの世界には空を飛ぶ乗り物があるんですよ。気球とか飛行船とかですね。エリーちゃんのところにはなかったみたいだから、どんなものなのか教えてたんです。気球はこちらにもあります。でも船を飛ばすことなんてできるんですか。船といっても海を渡るものと形は全然違いますけどね。言葉だけで説明するのは難しいな。それはこちらでも作れそうなものなんですか。材料が揃えばできるかもしれませんが、こっちでも飛行船はあっちでも珍しくて、俺たちが作ったもの以外はまだないと思います。はい、みんなで空に浮かぶ遺跡に行くために作った特別なものですからね。空にある遺跡ですか。なんだかすごくワクワクするお話ですね。はい、いろいろあって大変でしたけど、とってもいい思い出です。そうだな、あの時の経験があって大きく成長できたと思うよ。冒険か、少し羨ましいですね。他にはそういう珍しい乗り物ってないんですか。あ、シャリーちゃんたちの地元だと砂漠を渡る船もありましたよ。こっちは海を渡る船とほとんど同じ形をしてました。砂漠を船で、本当にそんなことができるんですか。ああ、俺も初めて見た時は驚いた。あっちではあの船が普及してるみたいだったよ。船といっても船体は浮いていたから、動き方としては飛行船に似たものがあった。そうですね、乗り心地も安定してて船酔いもしませんでした。へえ、どうやったらそんなものが動くのか全然想像できないですね。ええ、ぜひ実物を見たかったです。そうすればこちらでも再現できそうなのに。この辺りには砂漠もないですし、必要ないですよ。そうだな、多分こういう技術の発展の仕方にも環境による地域差があるってことなんだろう。それぞれの地域で発展しているものに違いがあって、話を聞くと面白いよ。地域差ですか。調合もそうでしたけど、世界には知らないことがまだたくさんあるんだな。
そうですね。こんにちは。すみません。私のところだとこういう意味だったよ。だからこれはこの先右に進めになるの。へえ、私が見つけた遺跡の文字とも似てますし、もしかするとルーツが同じなのかも。全然違う場所なのに似たようなものがあるって不思議だね。そうですね、遺跡ってやっぱり面白いな。お二人ともすごく盛り上がっていますね。何のお話をされてるんですか？アーシャさんと今まで見てきた遺跡について情報交換をしていたんです。遺跡ですか？私もフィリスちゃんも旅の中でよく遺跡を見つけるんです。それでどんなものがあったのか知りたいと思って。はい、今までたくさん遺跡を見てきたつもりでしたけど、アーシャさんはもっとたくさんの遺跡を知っていたんです。だから調査のやり方なんかも教えてもらっちゃって本当に勉強になりました。私がいた場所は遺跡が多い地域だったからね。そういう場所で旅をしていたのも大きいかも。何か見つけましたか？古代植物の種とかオートマタとか錬金術に関係するものが多いかな。それってちゃんと使えるんですか？うん、少し手をかければ植物も芽が出たし、オートマタもちゃんと動くようになったよ。どうやったらそんなものが作れるんだろう。なんだか興味が出てきました。おや、今度は錬金術師の血が騒いできましたか。そうかもしれません。けど過去の遺物を使えるようにするのも面白そうです。私ももしオートマタとかを見つけたらなんとか動かせるようにしたいな。でも何でもかんでも動かしたら危ないよ。たまに遺跡が大爆発したりすることもあるし。大爆発ですか？うん、前に一度やっちゃって大変だったんだよ。一時は指名手配されちゃったりして。指名手配？アーシャさんって危ない旅をしていたんですね。ええ、すごく意外です。だから遺跡は本当に気をつけて調べないとダメだよ。何が眠っているかわからないからね。次からはもっと気をつけないと。失礼いたします。
ネルケ様。報告でございます。失礼いたします。ありがとうございます。うっ、人参は正義。こちらの区画を見ていきましょう。どちらになさいますか？建てるものを考えなくては。どこに建てようかしら。完成が楽しみですね。どれを建てましょう？どこに建てようかしら。完成が楽しみですね。どれを建てましょう？場所を選択。これで決まりね。どれを建てましょう？どこに建てましょう？どの建物を建てます？場所を選択しましょう。どれを建てようかしら。どこ？これで決まりね。どれを建てましょう？何にしましょうか？これで問題ないかな？こちらをご確認ください。どれを建てようかしら？